翔くんの怒鳴り声の真相ナンバーアンダーラインアイの舞台裏で何が起きていたのかナンバーアンダーラインアイの真実、岸くんが実はファンが知らないメンバー間の衝撃の絆ナンバーアンダーラインアイのメンバーである岸くん、翔くん、そして神宮寺くんの関係性は長年の友情と深い絆に基づいていますファンとしてその絆を見守ることは 大きな喜びであり、多くの微笑ましい瞬間を提供してくれます。しかし、その関係が時に誤解を招くこともあります。例えば、彼らの間で行われるいじりがその一例です。騎士君が将君や神宮寺君から受ける冗談やからかいは、長年の付き合いと信頼関係があってこそ成立するものですが、外部の視点から見ると、いじめと誤解されることもあります。 この問題は特に新しいファンや海外のファンにとっては理解しづらい部分かもしれません彼らの親密なやりとりがどのように受け取られるのかその懸念は常に存在します実際コーチェラの後のインタビューでインタビュアーが岸君に反論してもいいんですよと言ったことがありました それを聞いた時私たちは自分たちの思っていることが必ずしも他人には伝わらないのだと痛感しましたさらにゴートの初回限定版 A のブルーレイでのシーンでも翔ウ君が機嫌が悪くて岸くんに怒鳴る場面がありましたこのようなシーンは彼らの本当の関係を知らない人々に誤解を与える可能性があり翔ウ君のイメージにも影響を及ぼすかもしれません 私たちファンは彼が本当に優しい人であることを知っていますがその場面だけを見た人がどう思うかは心配です3人はただのメンバー以上に友人でもありその絆は非常に強いです距離が近いためトークも楽しく盛り上がります岸君は嫌なことははっきりと言える人であり彼自身もいじりを楽しんでいる節があります しかし、そのいじりが時に過ぎると感じることもあり、またそれが外部からどう見られるかという問題もあります。彼らのパフォーマンスは素晴らしく、ダンスや MV も常に最高の出来栄えです。それだけに、彼らの絆を信じて応援していきたいという気持ちが強まります。しかし、外部の視点から見た時に、そのいじりがいじめに見えることがあり、 それが岸くんや他のメンバーに対するネガティブな意見として出てくることが心配ですファンとしては彼らの特別な関係性を理解し尊重することが大切ですしかしその関係性がすべての人に同じように伝わるわけではないという現実も受け入れる必要があります特に新しいファンや海外のファンに対して彼らの絆や冗談の背景を説明するのは難しいです 彼らのやりとりが誤解されないように、ファンとしてどのようにサポートすればよいのか、考え続ける必要があります。騎士君、翔君、神宮寺君の関係性は、時に荒踊り自信やりとりを含むこともありますが、それは深い信頼関係に基づいています。彼らが互いにリスペクトし、愛し合っていることは明らかです。だからこそ、彼らのやりとりを見て、 いいじめではなく強い絆の現れとして理解すすることが重要ですしかしすべての人がそれを同じように理解するわけではないため見せ方や伝え方についても考慮が必要です例えば岸君が嫌だと思うことをはっきりと伝える場面も多くあります彼は自分の意見をしっかりと言える人ですしそれが3人の関係をより強固にしていますしかしその一方で ファンの中には彼がいじめられていると感じる人もいるかもしれません。彼自身がいじりを楽しんでいると言っているにもかかわらず、外部の視点からは誤解されることもあります。彼らの関係をよりよく理解するためには、ファンとして彼らのバックグラウンドや長年の関係性を知ることが重要です。彼らのやりとりをただのいじりとして捉えるのではなく、 その背後にある深い信頼と愛情を理解することが求められます。そして、その理解を広めるためには、彼らのパフォーマンスやメディアでの発言を通じて、彼らの本当の姿を伝える努力が必要です。No. アンダーライン I の3人がどれだけ特別な関係を持っているかは、彼らの言動やパフォーマンスを見れば明らかです。彼らが互いに尊敬し合い、支え合っていることは、 ファンなら誰もが感じていることでし,ょうしかしそれが全ての人に同じように伝わるわけではありません特に新しいファンや海外のファンに対して彼らの絆や冗談の背景を理解してもらうためにはもっと多くの情報提供やコミュニケーションが必要ですまた彼らの関係性を外部に伝える際には誤解を避けるために慎重なアプローチが求められます例えば メディアでの発言やインタビューでは、彼らの深い絆や互いの信頼関係を強調することが重要です。そして、ファンとしては彼らの言動をただ受け入れるのではなく、その背後にあるストーリーや背景を理解し、広めていく努力が必要です。岸君、翔君、神宮寺君の関係は、時に誤解を招くこともありますが、それは彼らの深い絆と長年の友情があってこそのものです。 彼らのやりとりを見て、いじめと捉えるのではなく、強い絆の表れとして理解することが大切です。そして、その理解を広めるために、ファンとしてどのようにサポートするかを常に考え続ける必要があります。彼らの絆を信じて応援し続けることは、ファンとしての最大の役割です。しかし、その応援がすべての人に伝わるわけではありません。 特に新しいファンや海外のファンに対して彼らの関係性や背景を理解してもらうためにはもっと多くの努力が必要です彼らのやりとりが誤解されないように見せ方や伝え方についても常に考慮し彼らの本当の姿を伝える努力を続けることが求められます最後に彼らの深い絆と友情を見守り応援することはファンとしての最大の喜びです 彼らの関係性を理解し、尊重し、広めていくことで、より多くの人々に彼らの魅力を伝えることができます。そして、その努力が彼らの成功と幸福につながることを信じています。彼らのやりとりを見て、いじめと捉えるのではなく、強い絆の表れとして理解することが大切です。そして、その理解を広めるために、 ファンとしてどのようににサポートすするるかを常に考え続ける必要があります彼らの関係性を外部に伝える際には誤解を避けるために慎重なアプローチが求められます例えばメディアでの発言やインタビューでは彼らの深い絆や互いの信頼関係を強調することが重要ですそしてファンとしては彼らの言動をただ受け入れるのではなく その背後にあるストーリーや背景を理解し、広めていく努力が必要です。岸くん、翔くん、神宮寺くんの関係は、時に誤解を招くこともありますが、それは彼らの深い絆と長年の、友情があってこそのものです。彼らのやりとりを見て、いじめと捉えるのではなく、強い絆の表れとして理解することが大切です。そして、その理解を広めるために、 ファンとしてどのようにサポートするかを常に考え続ける必要があります彼らの絆を信じて応援し続けることはファンとしての最大の役割ですしかしその応援がすべての人に伝わるわけではありません特に新しいファンや海外のファンに対して彼らの関係性や背景を理解してもらうためにはもっと多くの努力が必要です 彼らのやりとりが誤解されないように、見せ方や伝え方についても常に考慮し、彼らの本当の姿を伝える努力を続けることが求められます。最後に、彼らの深い絆と友情を見守り、応援することは、ファンとしての最大の喜びです。彼らの関係性を理解し、尊重し、広めていくことで、より多くの人々に彼らの魅力を伝えることができます。 そして、その努力が彼らの成功と幸福につながることを信じています。